はい、皆さんこんにちは。今日は、あまりにもでかいねキノコ、私の帽子ね、同じぐらいですねこれ ね、でっかいキノコ、25センチぐらいあるんでしょうかね。なんていうキノコでしょうかねこれ。あー、まあまあまあ、すごいキノコです。立派にね育ってくれましたねいやいやいや、これ食べれるんだな、あれだけどな。裏側はどうなってるんでしょうか。暗くてよくわからんな。よいしょ、明るい方いっか。どこしょ、よいしょ、どうだ。取るのもかわいそうだからね、このまま自由にね生かしてあげたいな。まあ後からちょっと名前を見つけますかね。まあここはあの、公園のね、散歩道の横にでっかい本当にでかいなこれ、キノコを見つけました。元気に育ってくださいね。またお会いしましょう。はい、皆さん、朝、撮影したんですけど、家に帰ってね YouTube じゃなくてネット検索をすると、赤鳥竹っちゅうんですね。これなんか松茸よりも高級食材だということでね、かわいそうなんですが取りに来ましたこれね美味しいっていうことで、よいしょ、おう、よいしょ。はい、ああなんだ、虫がついてるな。立派なもんだな、しかしな。ね、あ、だいぶ飯食ってるね。これは虫出ししないとダメだな。みんなやっぱりね美味しいから食ってるんですねこれね。一応高級食材ということなんでね、家帰ってね食べてみますねこれよし、はい、一応家までは取ってきました。一応これ虫がたくさん入ってんでね、一応水出しっていうか、よいしょ、ね、どうやったらいいのかな、こうやったらいいのかな、水だ、ダメだな、浮いちゃうもんな、よいしょ、これで沈まないんだなかなか、結構入ってるな虫が、よいしょ、さあこれで水出しして、早く虫出てこいよ、出てこないのなんでだ、なんで出てこないのこれ、虫結構入ってんだけど、わらじ虫が結構入ってるもんね。あ、やっぱりいるな虫な。早く上がってこい。一匹上がってたな。おお、ちっちゃい虫が上がってきたぞ。わらじ虫が結構入ってんだあれ。あら、全然これ息できるのかね、わらじ虫。なんか泳いでんな。なんなんだこれ。よいしょ、よいしょ、なんかかぶせるか、なんかかぶせたものあるか、なんかないか、押さえつけるやつないか、
重たいやつねえか。これでやるか。これだ。これでやる。よいしょ。ダメか。結構重たいんだなこれ。ダメだな。どうすっかな。沈んでいかないんで、剣山を刺していますね。これ重たいやつなんで、大丈夫かな、これ。刺さらないでしょ。どうだ。ああ、これでも浮いちゃうんだな。剣山でもダメか。どうしたらいいかな。よし。はい、沈まないんで、ちっちゃくしてね、後ろ向きにしました。これでまあ、一晩つけるか。